ますよね。でその空いたところのスペースはやっぱりランドロ・ドミンゲスが使いやすいので、はい、清水のクロスピンポイント、先制アウェー、大野のボールです。京都さんが素晴らしいクロスが入った、清水のクロス、そこしかないというボールでした。初先発の大野、今シーズン初ゴールです。やっぱりサイドから少しこう手術もねフリーな状況になりましたし、はい、4マッピンの、はい、後ろですか、ね、これ非常にやっぱクオリティの高いボールでしたよね。早くて低いですけど、田代と4マッピンの間のところに非常にクオリティの高いボールでしたね。